ザ・俺も冒険ヒーロー、レッドライオット。俺の目指すヒーロー像はクリムゾンそのものなんす。憧れの名を背負ってからには相応の重圧がついて回るわよ。ダチが狙われてるって聞いてさ、何もできなかった、しなかった。ここで動けなきゃ俺はヒーローでも男でもなくなっちまうんだろ。怖い。倒れねえってのクソ強えだ。何もねえのかよ、チビ野郎。後悔破られたら何もできねえのかよ。何もできねえのかよ。何が心でカバーだ。本当に怖えとき、本当に命を懸けて動かなきゃいけねえとき、てめえの本性が現れる。俺はヒーローだから人々を守る。一度心に決めたならそれに準じる。ただ後悔のねえ生き方、それが俺にとっての男気よ。ちゃんと霧島の中で乗り越えられたら、そん時は教えてね。高校デビュー待ってみんなに言いふらすからさ。ママでも怖え思いはたくさんしてきた。もうそれ以上にいつも怖かったんだ。もう二度と二度と後悔しねえ。俺は守れるヒーローに。割れたそばから壁だけ耐えろ。守れ、信じろ。ちゃんともう一回やりてえんだ、その男とよ。今君は目どころか敵さんにまで認められる男になってもうたで。恐怖で少ぬ心を溶かしていけ。眠れ。あの野郎、こっちって見えねえだけで熱いだろうに。俺より早く突っ走っていきやがった。俺はその奴だ。俺の後ろに血は流れる。家の男気が俺が受け取った。レッドライオットが飲ませたぞ。霧島がやったぞ。もう絶対後悔して、俺は守れるヒーローになる。情けねえ自分との決別だ。